成果をすぐに期待しない、サミュエル・スマイルズ。努力してしっかり待つ、それが大事。原文、作物を収穫する前にはまず種をまいて、大抵は辛抱強く成長を待たなければなりません。意味、勉強でもスポーツでも目標を決めて努力をすればすぐにいい結果が出るとは限りません。それどころか結果が出るまでには時間がかかることの方が多いです。植物を育てる時のことを思い出してみましょう。種から丁寧に育てた植物は時間をかけて綺麗な花を咲かせます。人間も一緒です。だから結果が出ないことなんていちいち気にしません。諦めずに希望を持って努力し続ければきっと素晴らしい結果が出るはずでしょう。補足、日本のことわざでも家宝は寝て待てという。結果がすぐ出ることもあるが、何年何十年も結果が出ないこともある。結果が出ないことを嘆くのではなく、常に努力し続ける、強い精神力を養うことも大切である。以上、4代目ケンケンでした。